皆さんこんにちは、ジュンです。今日は、千葉カントリー梅里コースにやってきています。こちらでは日本女子オープンゴルフ選手権の最終予選を今やっています。厳しい予選を勝ち抜いてきた、女子プロ、あとトップアマの選手たちが今まさにここで熱い戦いを繰り広げている最終予選です。特別に許可をいただいて、限られたホールなんですけど撮影をさせていただけることになりました。最終予選最終日の、模様をお伝えしていきたいと思います。よろしくお願いします。あいにく雨が降ってきました。今ですね、10番ホールで、ティーショットを撮影していきたいと思います。エイミー古賀選手がいます。エイミー古賀選手は長崎県生まれの、なんとハワイ育ちだそうです。24歳で2010年の世界ジュニア選手権13から14歳の部優勝しています。あとですね、2018年の LPGA プロテストトップで合格しています。昨日4アンダーで回っているので上位に残ってます。この組は昨日の結果だと、4アンダーが2人、松原由美選手と星川ひなの選手、アマチュアの方ですね、星川さんと、あと3アンダーの西澤選手、アマチュアの方が出ているので、ちょうどティーショット撮っていきたいと思います。意外とこう普通にやってる感じなんだなと思います。いいですね。次はイボミ選手と、アマチュアの佐久間朱里選手、注目選手がおります。イボミ選手はね、なんかいろいろタイトルとか取ってるから、なんか説明してもって感じだと思うので、やっぱ近くで見れるのはとっても嬉しいです。アマチュアの佐久間朱里選手は17歳なんですけど、2019年の関東女子ゴルフ選手権でなんと優勝しています。昨日の結果は、イボミ選手がプラスマイナス0、佐久間選手がプラス1。前半どんな風なスコアで回ってるのかちょっと分からない状況なんですけど、後半にも期待していきたいと思います。
うん、とんでもない。次、注目の選手、大里桃子選手です。1998年生まれの21歳なんですけれども、2018年のプロテストに2度目の挑戦で合格。2018年8月のキャットレディースでツアー初優勝をしています。はい、昨日ですね、パープレイですね、パープレイで待ってきてます。工藤遥加は、じゃん、あ、27歳、元プロ野球選手、工藤さんの長女。2011年にプロテストに合格しています。はい、2011年の LPGA 新人戦、加賀電子カップを制し、早々にプロ初タイトルを獲得しています。ちょっとね、ボーイッシュな感じでかっこいい。強そうです。長谷川セラさんってアマチュアの方が昨日6アンダーでトップタイでしたね。2番目に打ってた子ですね。工藤遥加さんはドライバーじゃなかったですね、多分ね。あれウッドかな、5番ウッドぐらいで打ったのかな。飛ばすんでしょうね。注目のアマチュア選手、古江関西高等学校選手権で優勝、あとですね、日本女子オープン出場28を果たしてます。あと2017年トヨタジュニアで日本代表入り、すごい。憧れの選手は宮里藍さん。2アンダーで回ってきているので、まあ、今日伸ばせていればね、上位に入ってこれるスコアだと思います、多分。はい、次の組はですね、アマチュアの神谷そらさん、それからアマチュアの鬼塚キリさん、それから木戸めぐみプロ、それから堀琴音プロの4人、まあ、注目選手ということでTショット撮っていきたいと思います。29歳、2009年ステバクタマル、マルマカレディース、
マルノカルディスオリーブカップでプロ初優勝してます。2012年のサマンサタバサガールズコレクションレディーストーナメントでツアー初優勝。ショット堀琴音プロです。23歳。2010年に四国ジュニアで優勝、2011年には関西ジュニアと国民体育大会で優勝、2013年には日本ジュニアゴルフ選手権競技女子15から17歳の部で優勝、2014年アマチュア史上2人目になるステップアップツアー制覇、エビシレディスを成し遂げて同年にプロテスト合格。アマチュアの神谷空選手、あー結構ちっちゃいのに飛ぶ、うん、ナイスショットですね。こんななんか食べながらやってるんですね。神谷空選手はアマチュアで16歳、2017年2018年の中部ジュニアゴルフ選手権女子12から14歳ノブで、連覇していて、2017年の全日本女子アマチュアゴルファーズ選手権に優勝しています。グリーン横に来ております。エイミー小賀プロです。こんにちは。今日はお疲れ様でした。ありがとうございました。どうでした